男たちには勝たなければならない理由がある。一度は離れた格闘技へ覚悟の復帰。ゴングジム坂戸オーバーリミット田中康智。かつてはパンクラスなどを主戦場に活躍、将来を期待される存在でありながらも生活環境の問題などが重なり、一時は戦いの場から身を引いていた。今回はおよそ7年ぶりの MMA 復帰戦。しかし田中の心には常に格闘技があった。やめたい気持ちがあるのに全然やめられないっていうのがそうですね、はい、間開けてた7年間もですね、その間もずっとやっぱり練習だけは。何もかも周りの風景が変わった現代の MMA だからこそ田中は挑戦を続ける。過去の自分を超えるために。楽しみ半分、恐怖が半分っていう感じですね。パウンド、タックル、四つ、はい、打撃、はい、簡単じゃなくなったなっていう、はい、全てが違うと思いますけど、はい、勝てれば何でも、はい、自分の動きができればいいかなと思います、はい、そしてそんな田中をずっと見守り続けてきたジムの代表はこう語る。まあ、この7年間彼も別に格闘技から離れたわけではなくて、寝技の方はね、やっぱそれなりにレベルも上がってますし、打撃もね、決して衰えてないんで、総合としても十分やっていけるんじゃないのかなと思いますけどね。最後はね、やっぱ彼がやってきたこの7年間の寝技っていう部分で一本を取って勝ってくれれば一番いいのかなと思いますけどね。引退決めてたんで、地元の近くにオファーかけてくれてありがたいと思います。そこでラストでしょうかと思います。愛する格闘技に今宵最後の別れを。いざラストマッチへ。両 IFK パンクラス、ディープなどで実績を重ねてきたストライカー。しかし前回の試合で拳を骨折、現役引退を決意した。最後の試合だからこそ悔いは残さない、全身全霊を込めて戦いに挑む。前回の試合で手怪我して手術して、あんまなかなかやってもしょうがない。ここでラスト、そうそう、ファイナルです。最後もちゃんと盛り上げて終わりたいですね。勝ち負け関係なく、まあ勝てたら最高ですけど、面白い試合したいです。そして実の兄であり日本 MMA 界のトップ選手として活躍する高木健太も変わった形の激励を送る。今回無様な判定の試合したら僕セコンドつくんで、そのまま人生の引退させちゃおうかなっていう感じです。生まれ育った埼玉で試合するのが下手な試合したらマジで殺すかなと思ってて、はい、様々な思惑が交錯するこの世界、去る者もいれば戻る者もいる。それでも勝ち名乗りを受けるのはただ一人。勝利という名の栄光を目指し彼らは戦う。一方的はないと思うんで、まあ、もらいつつ倒せたら相手に付き合わないで自分の通して勝ちたいですね、最後は、はい、全てに対応できてる姿が見せられれば一番いいんですけども、はい、両選手も強いからそれが見せられるかなっていう、はい、まあ、やるからには、はい、もう勝ちたいっていう、ただそれだけです、はい、負けられない男たちによる互いの意地と誇りをかけた一騎打ち。勝利を手にするのは果たして MMA バンタム級5分2ラウンド田中康智 VS 両 IFK。
本日のメインイベントガンダム級ゴールディラウンドを行います。アイドルがリバーサル中川口に出す両アイルフテイアルバムドリジンサカルオーバーミント田中ヤストロー踏み切ちがうしね。Stop!
第1ラウンド残り時間30秒。残り1分10。
戦時間1分。
ナーリバーサルチームカワチリツー GO IFK。 本日出場した全選手は本日の入場をお願いいたします。堀口瀬名、工藤幸喜、武田洋、工藤翼、島田優馬、富永雅勝利を飾りました田中志郎選手より最後に一言ご挨拶をさせていただきます。さっきも言ったんですけども、本日はご来場いただきありがとうございます。自分なんかがメインでですね、試合するようなまだまだ選手はないとは自分で思ってます。でも本当にメインで戦える選手にこれから乗り詰めていって、はい、また練習してまたこのリングに立ちたいと思いますので、その時はまた応援お願いします。まあ、7年前、自分はちょっと一身上の都合で総合格闘技を少し遠ざかったんですけども、7年前、プライド、K1、ヒーローズ、いろんな格闘技団体が盛り上がってました。はい、もう一回、あれですね、ブームを巻き起こしましょう。はい、まあ、ここにいる皆さんも一人一人が素敵なストーリーを持ってますので、みんな応援してください。今日ファン、応援しに来たその選手を一人一人応援してください。本日はどうもありがとうございました。本当に強くなります。ありがとうございます。どうぞ、本日は中田さんの皆さん、誠にありがとうございました。以上で本日の会談は全て終了となります。本日は中田さん、誠にありがとうございました。I'm gonna go get some more.